中国、トランプ氏の携帯標的、情報窃取狙いサイバー攻撃がアメリカ報道。アメリカの複数のメディアによると、25日に中国のハッカー集団がアメリカの通信大手に対してサイバー攻撃を実施し、トランプ前大統領をはじめとする政治家たちの携帯電話の情報を狙っていたことが報じられました。通信内容が漏洩したかどうかは不明で、現在、捜査当局が詳細を調査中です。報道によれば、攻撃の対象には11月の大統領選で再選を目指すトランプ氏や副大統領候補のバンス上院議員が含まれており、さらに民主党のハリス副大統領の陣営の関係者も標的にされていたとされています。今世界中でやってるけど、特に台湾でも報道されてるよね。まあ、台湾への宗教団体を利用した世論工作とか、中国への支持者潜伏させたりさ。でもアメリカもだから、これトランプとかのスマホの中のなんか情報抜き取ってさ、とかと盗み見て弱みを入手しようとしたんじゃないかなっていう声がね、いっぱい出てるのよ。じゃあ今度選挙に不利になるような情報入手したかったっていうことは、やっぱり中国はトランプにはなってもらいたくないみたいなんだね。でもカマラ・ハリスのところもハッカーしたんでしょ。え、じゃあカマラ・ハリスも、あ、それは一応さ、ハリスのところもやってくるんだ。おばちゃん、証拠がないからそういうこと言うのダメだよ。ハリスでしょ。あ、でもトランプね、対策してると思うのよ。え、どんな対策？ハッカー集団がさ、トランプのスマホもし見たとするでしょ。で、その情報抜き取ろうとした時にこんな画像が出てきたら、あ、ちょっと無理って。それは、報告できないね。だってこんなの見ちゃったって言ったら、あと、報告したら、ねえ、送られた方もさ、報告できないでしょ？州のプーさん。え、じゃあこれちゃんとトランプが仕掛けてたってこと？スマホの中にこの画像を入れてたと思う。じゃあ報告できないよ。あ、じゃあいろいろトランプも考えてたんだね。多分、州のプーさんは画像フォルダに入れてたと思う。これ大々的に行われてたらしいのね。ものすごい人数で。っていうことは、よっぽど今度の選挙、あ、やっぱトランプになるわ。あ、やば。なったら、また制裁されるわ。あ、やば。ということは、トリプルやばっていうことなの？中国にとってはトリプルやばだと思うわよ。最もサイバー攻撃の標的にされている国はアメリカです。その理由は高度な技術インフラと貴重なデータ資産を有しているためです。アメリカに続いて、サイバー攻撃の多い国はイギリスが2位、インドが3位、ドイツが4位となっています。これらの国々も大規模な攻撃に悩まされており、特に軍事関連、金融機関、政府機関、先端技術、エネルギーインフラが標的となっています。2024年7月1日から9月30日までに、ウェブアプリケーションに対するサイバー攻撃の件数は約3億4300万件に達しました。これは1日に約370万回の攻撃が行われていることを意味します。2024年第1四半期には、日本がサイバー攻撃のターゲットとしてアメリカに次ぐ世界第2位に位置しました。帝国データバンクの調査によると、2022年10月時点で過去1年間にサイバー攻撃を受けた可能性のある国内企業は 24.2% に達しています。サイバー攻撃のターゲットになりやすい国の特徴として、 IT インフラが発展している、または政府機関や金融機関、通信業界が重要な情報を持っている国が挙げられます。最新の発表では、サイバー犯罪が最も頻繁に発生している国々は、ロシア、ウクライナ、中国、アメリカ、ナイジェリア、そしてルーマニアです。イギリスも上位に食い込んでいます。サイバー攻撃に悩まされている上位の国、アメリカとイギリスは、実は両国とも被害も出しており、国内外からも攻撃されているという、もうめちゃくちゃな状況が何年も続いています。おばちゃん、今ね、各主要なテクノロジー企業の経営者たちが大統領選を前に関係強化にね、向けてトランプに続々と会いに来てんだって。将来のビジネス環境に備えた戦略的な対話を進めたいとかなんかほざいてるらしいんだけど。え？妨害とか批判とか繰り返してた？え？テクノロジー企業の経営者、え、誰？アップルのティム・クックと、あとグーグルのなんか、スンダーピチャイ？ビッチじゃん。ビッチだね。何それ。
外国人だったら、まあ、かっこいいから、うん、誰でもなんか付き合っちゃうみたいな、なんかそんなピッチいたわね、知り合いで。ええー、ポン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 外国人だったら OK って言って付き合う、そういう女性いるよね。困っちゃうんだけど、本当にどの面下げて会いたいとか言ってんのよ。過去は過去、今はセカンドパートナーとかなんか言いそうな。おばちゃんちょっとそこ触れない方がすぐ訴えてきそうだね。だって おかしくない、ね、既婚者でさ、他の男の人が遊んだりするのをなんかセカンドパートナーって意味がわかんないんだけど。知らないよ。私が辞めねば政権持たない。自民、小泉進次郎氏、首相、幹事長の遺留振り切り辞任。自民党の小泉進次郎氏は28日、選挙対策委員長の職を辞任しました。これは、与党が過半数を失った際の責任を党執行部の誰かが取らなければ、石破茂政権が厳しい批判にさらされ、退陣を避けられないという危機感からの行動です。小泉氏は辞任に際し、首相や森山博史幹事長から慰留されましたが、その申し出を断り辞任を決断しました。以下、切れモードでお届けします。そんなことはどうでもいいからこれ説明しろや。完全に話題そらしでしかないけど話題そらさせねえし。小泉進次郎、選対委員長として裏金議員は非公認との方針を示しながら、自らも裏金問題で刑事告発される、総額約738万円を政治資金収支報告書に記載。自民党の小泉進次郎選対委員長が、選挙で裏金議員は非公認との方針を掲げながら、自らも裏金問題で刑事告発されました。小泉氏が代表を務める政治団体が、2022年に約698万円の支出や約40万円のパーティー収入を政治資金収支報告書に記載していなかった疑いが持たれています。告発者の上脇博史教授は、小泉氏の同意なしには不可能な違法行為と指摘しています。与党が過半数を失った際の責任を党執行部の誰かが取らなければ、石破茂政権が厳しい批判にさらされ、退陣を避けられない。選挙対策委員長の職を辞任したことでかっこいい演出してっけど、そんなのどうでもいいからこれ説明しろや。こいつが裏金に決着つけるとかほざいてたけどさ、発覚してさ、とぼけて自分だけ自民党の公認されたまま当選して、で与党が過半数を失った際の責任を党執行部の誰かが取らなければ石破政権が厳しい批判にさらされ退陣を避けられないって自分から真っ先に選挙対策委員長の職を辞任してかっこいい演出してさ、終わろうとしてるけどこれ真っ先に逃げたべ。おめえもちゃんと説明しろや。この絵の通りに腹を切ってくれるってことよね。あれだけの公爵垂れてたんだから。え、お前でしょ、裏金議員を追い込むように進言してたの裏で。それじゃあ説明しなきゃ。まさか選挙対策委員長の職を辞任して終わりとか世の中舐めてないわよね。こいつは発覚してそれが聞こえなかったふりして公認されたまま選挙戦ってたけど、分かっててとぼけてそのままやった一番悪どいやつだと思うんだけど。で石破も新事実を発覚すれば厳正に対処するとかほざいてたじゃん。で断言してたけどさ、なんでこいつの公認取り消さなかったのかしら。で、あんたのさ、政治使い政治資金収支報告書の記載漏れ、かなりお漏れしてたじゃん。あれも説明しなくていいの、ちゃんと。これは、自民党は嫌われるよ。陰で操ってた岸田も、安倍派を潰そうとしてるけど、岸田もだって記載漏れじゃん。え、なんなの？いや、おばちゃんの言う通りだと思う。何なの？自民党ハレルヤがひどくなってきてるけども自民党しかいなかったのよ、おばちゃんの選挙部。でも言ってたのよ、おばちゃんのところで。もう自民党投票するなんて目を覚ましましたよね。ここは日本共産党しか。それはねえわ。そうね。うん、それはねえわね。こんばんは、プリティです。おばちゃんのね、仕事って、もう清掃は清掃でもちょっと特殊で、外周とか履いたり、あとほとんど植物の世話をしたりしてんのよ。水あげたり落ち葉を履いたり、あと雑草を取ったりとか、
でね、今おばちゃんのねやってる仕事がすごく大変なの。ここ数ヶ月ぐらい前から。でね、おばちゃんと似たようなね携帯の清掃してる人たちもみんな大変だっていうのよ、数ヶ月前から。特に昨日行ったところはね、杉並のまあお金持ってるお家さんがさ、自分の家のもう横にアパートをね、まあ7部屋貸してるのよ。で、作りもまあアートだわ、おしゃれで。だって芸術家肌の人とかがみんなそこでさ、まあ暮らしてんだもん、借りて。なんかキャンパスかなんか持ったり、まあおしゃれだわ。でね、その家の周りは私たちがやるんで、アパートの方の共用通路とかもうね、入り口入ってそのまま入れちゃうのよ。ドアもないし、なんかアーチみたいな、そのアーチもさ、なんか鉄で編んで、なんか銅みたいな色の鉄を編んだようなさアーチで、そこに植物が入ると、そのなんていうの、網の間からさ、いろいろなんかくぐったりして、なんかまあおしゃれだわって感じなのね。でもね、もう数ヶ月前から、だからそこしかやらなくていいって話だったんだけど、家の前もどうにかお願いいたしますって、管理会社にお願いされて、いやー、でも契約入ってないんで、いや、お金出してくれるみたいなんで、そこの部分やってもらえないですかって言って、やるようになったのよ。家だけじゃないのよ。庭もまあ、えげつないのよ。で、森林公園かっていうぐらいね、木が生えてるの。で、その庭も全然生えてないから、ガンガン、もう共有通路とかにもさ、葉っぱが風で流されるじゃん。だから尋常じゃないのよ、剥離量が。で、周辺の家もね、ほとんど履かないのよ。前までちゃんと、なんか、いつもご苦労様ですって、私も大変ですけど、お宅も頑張ってねとかって声かけてくれるおばちゃんとか結構多かったんだけど、もう今ね、履かなくなっちゃったのよ。これみんななんでだと思う？あることが理由なのよ。実はね、あまり外出なくなっちゃったの。で、周辺の家も超高級住宅。そういえばだんだん分かってきたでしょ。だから闇バイトの件で、家の前とか、だから家が出て、掃除するのが危ないと思った人たち増えたみたいで、周辺も誰も履かないから、おばちゃんが気に入ったところ吹き溜まりのところなのね。だから風で一気にこっちに来んのよ。90のゴミ袋とかさ、5、6袋落ち葉吐いても終わらないのよ。え、これ本清掃じゃなくて巡回清掃でなんでここまでやらなきゃいけない？そこだけで普段だったらもう30分ぐらいの契約なのよ。いや、30分とか15分とか、いや3時間経っても終わんないのよ。これ管理会社ちょっとどうしますって話してんだけどさ、え、いや、今の時期落ち葉大変だから気をつけてくださいね。そういうこと聞いてんじゃねえんだよって。で、巡回清掃でなんでこんな3時間もかかる、帰れないよ会社って話してもさ、え、いや、落ち葉とかも雨降ると吐くの大変ですよね。床についちゃって。いや、そういうこと聞いてんじゃねえんだよ。だから今困っちゃって、だから似たような携帯の清掃会社さんとかと話したりしててもさ、やっぱり今だから怖いから家から出て掃除するのもちょっと危ないかなって、もう全然履かない家とか増えちゃったのよ。で、そういう家ってさ、なんか自分の木みたいなのを植えてるじゃん。で、それがまたまあバカみたいに育ってるでしょ。で、落ち葉とかもいっぱいブワーッと落ちててももう何もしないじゃん。だから風吹いた時にさ、溜まるところが溜まんないのよ。だから昨日は地獄だった。しかも雨降ってたじゃん。だから床についちゃってさ、もう全然履けないの。あとね、ホームセキュリティね、設置した家がね、ものすごく増えた。で、ホームセキュリティ設置したばっかりだなとわかんのよ。警備員の人ね、お兄さんたちとかよく見かけんの。もうバイクで駆けつけたりとか。誤作動を起こしてる人多いのね。初めて設置した人。だからマップちゃんとかよりもいっぱい見んのよ。ホームセキュリティで駆けつけるあるショップとか、あとセコムのお兄さん、特にセコム見るね。今だって展開してんでしょ、安い金額で、なんかこのプランでどうでしょうかって営業とかもいっぱい回ってんでしょ。だから今
セコム加入してる人すごい増えたんだって。で、アルソックもさ、あ、これは負けてられんわって、今追い上げかけてるでしょ。で、設置したばっかりのさ、まあ、年配のおじいちゃんとかおばあちゃんとかさ、間違って誤作動起こすからさ、すぐ駆けつけてくるでしょ。だからすごいみんなよ。うん、これ外で勤務してる、特にあの高級住宅街とか清掃してる人はね、多分あーおばちゃんところもそうかって思ってる人多いと思う。やったらみんなよ。やし、もう大変や、一回一回駆けつけるの、うん、そういう光景でさ、そうなんていうの、急激に増えたから新しい、だから雇用はすごいね、増えていいことだとは思います。で、若い人たちもすごい給料いいじゃん、警備員の。特にあのホームセキュリティ、体とかも鍛えなきゃいけないじゃん、何が起こるか分かんないから、うん、危険手当とかも、あとバイクで駆けつけたりするからね、なんだろう、バイク手当、うん、あとああいうさ、あのバイクなんかジュースのホルダーついてないでしょ、多分見栄えとか気にしないと思うのよ、警備員の会社とかは。だから、あの喉渇いてもね、ジュース簡単に飲めない手当とか多分ついてると思う。これね、高級住宅街に住んでる人もわかるかな。昨日とか杉並のそこの現場行った時、周り全部もう金持ちの家ばっかりなのよ。ホームセキュリティのね、お兄さんたちがバイクで駆けつけんの、昨日5階見たのよ。あ、誤作動なのかなとか、と思って、ね、それを考えながらね、落ち葉履いたりしてた。うん、ホームセキュリティって言ったら、セコムとアルソック。で、セコムがもうダントツ契約数多いじゃん。この業界ナンバーワン、ナンバーツーはもうずっと変わらないんだけど、最近セントラル警備保障とかも頑張ってきてるわよね。あと、感電装エースとか。今一番安いのって感電装エースとかじゃなかったっけな。まあ、上位の方で。うん、感電さんのね、まあ、お兄さんとかよく見かける。あとセントラルはね、前からもう頑張ってるけど。あ、今、全日経の方が高かったかな。月のね、プランとか、確か、レンタルだと2900、3000円切ってた気がするんだけど、ホームセキュリティとか契約できない方とか、おばちゃんがちょっとやっちゃいろんなことしてたんで、あのそんなおばちゃんからお伝えできるとしたら、あの防犯用の砂利、音が鳴るやつ、砂利砂利砂利って、まあそういう石とかあるじゃん、そういうのを周辺に敷き詰めて、あと大きいワンコ買っとけばもうこれ以上ないと。だってワンコだけでも音気づくのよ。で、音チャリチャリチャリってなったらさ、ワンがもう特に気づくじゃん、ワン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 ってなるでしょ。そうするとさ、侵入しようとした人、あ、またこの先進んでもジャリるから、いやちょっと無理だわって思うところ多いよ。あと、あのガラスにワイヤー入ってるとか。前にね、あのライブドアのブログニュースだったっけな、あのそういう、なんていうの、あの窃盗とか昔なんかあのなりわいにしてた人、今はもう更生してる人らしいんだけど、6年とか7年前の記事だったと思うんだけど、いやその現役時代でもこの家は無理だろうっていうような、なんかね、写真がねアップされてたのよ、ブログニュースの。あれ何だったかちょっと忘れちゃったけど、ラビット速報だったっけな、ハム速だったっけな、ちょっと思い出せないんだけど、あのね、ちょっとね、庭が、なんていうの、門がついてなくて誰でも入れるような感じなの。で、家とか門全体がね、ちょっと、あの、ボロいっていうか、あの、崩れそうな感じの古い家なのね。で、庭が結構ね、広くて。で、木が生えてね、ちょっと薄暗いのよ。で、そういうところって危ないじゃん。人影になるようなところって侵入しやすいって言うでしょ。じゃなくてね、その庭に要所要所になんかあのマネキンが立ってんのよ。で、マネキンの顔がなんか赤く塗られてたり、なんか、ね、腕がもげてたりとか、あとあのマネキンの首だけ土に埋まってたりとか、怖くて近づけないでしょ。その元プロの人もその家の前通りかかったんだって、なんだこの家はと思ったのよ。らしいのよ。で、どっから見てて、いや、これは怖くて入れねえわ、っていうようなことをね、書いてた。で、それがなんかバズってなんかね、ニュースでなんか話題になってたね、その当時。なんじゃこれと思って。で、壁になんか変なね、文字書いてんのよ。
日本語なんだけど何書いてあるのか、あとあのかなりの年月が経ってて、だからあのよしよしをあのなんていうの、字がさボケちゃったりとかさ、あと壁が剥がれて何て書いてあるのかよくわかんないような。でもね、建物のなんか周りになんかちょこちょこちょこってなんか文字書いてんね。怖えって、その人もね、あの、いや、これはもう、そこに大金があろうが、住んでる人とかやばそうじゃん。いや、これは入れねえわ、みたいなことをね、ブログに書いてて、そのおばちゃんも写真見てるわ、これは、あの、門の前に来る時点でもう、おばちゃんちびっちゃう。そんなような怖いところ。で、なんかね、もうボロボロになった、剥き出しのコンクリートっぽい、多分、要所要所に、ペンキの跡が残ってるが、前まではなんか全体的に塗ってたと思うね。それが剥がれちゃって。で、コンクリートもさ、もう砕けちゃったりしてて、で、雨とかでさ、なんかもう染みてるっていうかな、水分が。全体的になんかあの、ちょっと暗っぽいコンクリートになってんね。怖いっしょ。で、家で柳みたいな木が何本も生えてて、全体的に庭が暗いのよ。で、マネキンがね、だいたい30何体ぐらい。怖えと思って。あと、何あの、土のところに手がなんかね、ぶっ刺さってんのよ。そんなところ入れないじゃん。そういうんだったら、あの、あまりお金使わないで、防犯対策できるかなと思って。こう。うん。いや、もう近所の目は気に、もう、この際自分の身を守るんだったらね、近所の目なんか気にしちゃいけないと思う。隣のね、家の人は口聞いてくれなくても。もう自分の身は守れるんだ。私を物にしたいならもっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。